はい、皆さんこんにちは。今日はこの Android シミュレーターのプレイテストをしていきたいと思います。今回の主人公は自分ですね。Android となって宇宙船の管理をしていくということです。もちろん乗務員に、人間の方がいますが、長い宇宙旅行に備えてコールドスリープ状態で寝ています。プレイヤーはなのでこちらの方、人間たちの方も管理しつつ、宇宙船の方も管理しつつ、長い旅を、ちゃんと行けるようにしなければいけません。で、人間には酸素などを、必要としますので、酸素の確保のため植物園を管理したりとか、その植物園を管理するために今度温度や湿度、水分量などいろいろまた管理していかないといけないということです。で、こちらの方、リリース版の方は日本語に対応しているみたいですが、今回のプレイテスト版の方は英語しかできませんので、いつものように Google レンズでプレイしていきたいと思います。で、こちらは現在プレイテストが開催中なので、もし興味がある方はホームページの方に概要欄貼っておきますので、ぜひプレイテストを試してみてください。それでは始めていきたいと思います。ということで始まりましたね。画面の方は左下の赤い枠がおそらくチュートリアル的な、タスクが出てるのではないかと思います。で、右側にはバッテリーオブライフなので、これ多分自分は Android なので、こちらの方自分のバッテリーですかね。99% になってしまいました。で、館内の酸素レベルと温度も書いてあるのかな。とりあえず一番最初にパワードリルを取れということで、パワードリルですね。こちらの方を取っていきましょう。もう緑色の矢印出てますから、これを取っていくと。で、ドリルの、なんだ、ビット。先っぽにつけるやつかなんかも取るということですね。で、テイク USB ドライバー with music ということで、音楽かなんかが入って、USB ドライバーも取っていくと。で、タスクがコンプリートになりましたね。次のやつを見ていくか。ラボに行き、換気を確認しますと。ラボコント、なんだろう。コリドア R1 って書いてありますね。懐中電灯とかもあるけど、これは関係なくて何も、あ、電池取れた。電池取れたな。電池持った。懐中電灯も取れましたね。これなんだろう、これ。あ、レベル測るやつかな。そして、メッセージアラートかと思いましたが、ウェルカムって書いてありますね。プレイテストにご登録いただきありがとうございます。最初のミッションをプレイすることをお勧めしますと。ミッションを完了したと、ミュージカル報酬があなたを待っています。ということで、なんだろうな。地面が緑色になってるから、ここにとりあえず行けばいいのかな。ドアロック。はい、あ、このまままっすぐかな。こっちもドアロック外していこう。はい、なんか、エンジンルームみたいな感じかな。とりあえず進んでいきましょう。緑色はここをさらにまっすぐですので、レベル2のところまで来たな。ここ入ってもうちょっとかな。はい、開けていきましょう。あ、ここで消えてる。あ、そしてタスクコンプリートで右の方に、来ましたね。緑色の線があります。損傷したファンの制御モジュールを緩めますということで。こちらになんかあるな。えい、ボルトを抜くんだ。さっき一番最初にもらった、ドライバー的なやつでここを抜くんですね。ちょっと暗くて場所がわかりづらいな。よいしょ。あと一箇所ですね。はい。で、これはなんだ？どうすんだ？なんか外れましたね。テイクファンコントローラー。あ、右クリックしたらこれ外せましたね。これ外すのか。カバーを外して、やばい、はまった。はまったぞ。動けなくなりましたが、右クリックもう一回で外しました。で、これを取る。はい、取りましたね。そしたら次はなんだ？次に行くのは GoTo 換気のところで、チェックしてくださいというのがありますね。換気を確認しましょう。
こだろう。まあ、とりあえず緑のところについていけば良さげですね。こっちか。まあ、自分のバッテリーは90。あ、火事になってる、火事になってるぞ。次のタスクは火が広がるのを止めてください。消火器を使用してください。おお、広がった。あ、これか？これですかね。よし。これを取る。で、どうすんだ？ J かな？ J ではない。タブ？あ、タブでいけますね。でも、これがどうすんだ？これか。消火器 A。あ、聞いてる？聞いてるのかな？もっと近づかないといけないかな。はい。タスクがいけましたね。で、また矢印出てきたので、おそらく、あれか。ねじ回しを使わないといけないんですね。よし、どうすんだろう。これでいいのかな？ Use tab。まだ消火器のままだ。どうすんだ？スイッチ。スイッチ。ズーム、use。左クリックは効きませんね。よし、どうしよう。もう一周ぐらいして、これにしたいんだけどな。消火器にする。あ、消火器にしたら違うやつになった。これ違う？これじゃない。あ、ありますね。ボルトありますね。ちょっと画面が暗くてかなり見づらいですね。もう連打適当にしましょう。よいしょ。で、ここも開ける。さあ、これで OK ですね。で、これをまた外すのかな？画面めちゃくちゃ暗いな。はい、そしてタスクコンプリーテッドということで、サーバールームの温度が下がりましたと。温度を18度前後に設定してくださいとありますね。サーバールームってどれだ？これをとりあえずついていけばいいのかな？さあ、ここをついていきましょう。で、左に曲がって、あ、下側か。下にあるんですね。で、右に曲がる。よいしょ。はい、あ、これでサーバールームですね、ここは。で、これどうすんだ？今が 9.8 度なのかな？で、これを18度ぐらいまでにしないといけないってことか。このメーターでなんか、グローバルスピード。これ回すと、どうなるの？あ、これ酸素濃度か。これ酸素ですね。あ、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう。これどれぐらい？ 10% でぐらいでしたっけ？もうちょっとあった方がいいか？ 30%。酸素濃度が 35%。上が酸素濃度ですね。これがファン。増やすと温度が下がる。これで、あ、いけたいけた。14% ぐらいにしたら 17.5 度になりましたね。もうちょっと下げると18度になる。あ、18.8 度になっちゃいました。まあ寒すぎるのもなんですから、これでいいでしょう。はい、次ですね。次の方も見ていこう。何？ Go to テクノルームっていうのがありますね。テクノルームに行き、A/V デバイスをチェックします。ドアコードは2104かな ?2104 ですかね。だと言ってますね。どこだ？あ、おぉ、びっくりした。これもこういって、よいしょ。はい、オープンしました。さあ、こっちで、あ、これか。これが2104でしたっけ ?2104 と。で、エンターを押すと開くと。で、これがテクノルームということですね。はい、続いてのタスク見ていきましょう。ご参加いただきありがとうございます。音楽を盛り上げて私と一緒に祝いましょう。議論のために私たちのディスコードと Steam コミュニティハブチャンネルをチェックしてくださいということですね。なんだ？ひょっとしてこれで終わったのかな ?USB 差し込む。これ上げる。これは何だろう？何もいじれないな。あ、いじれたいじれた。あ、なんか出てきた。なんか出てきた。えい。これでなんかなるのかな？あ、もう一個出てきましたね。よいしょ。あ、適当になんかあげたら。よいしょ。はい、これで OK かな？ラップトップも使えるのかな？プレイテストは使えませんということで。あ、なんか出てきた、出てきた。ひょっとして、それでこれでおしまいかな？プレイテストの方は。特にまあ問題という問題はありませんでしたが、まあ、こんな感じでですね、いろいろなタスクをクリアしていくことになるんだと思います。
で、先ほどのような火災が起きたりとかが多分起きるので、こちらの方の問題も解決しつつ人間の管理もしていくという感じのゲームみたいですね。まあ、ちょっとプレイテストにしては内容がかなり少ないですが、こちらの方をちょっとプレイしてみたいなという方はぜひプレイテストの方から参加してみてください。動画の下の方、概要欄の方の下の方ですねにプレイテストのアドレスなどを貼っておきたいと思います。それでは今日はこれぐらいで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。